冗談でしょ。何よこれ。そんなこと言われても、私ただ事例を伝えてるだけです。だからその事例が納得できないって言ってるの。もういい、あなたじゃ話にならないわ。局長を出して、局長。主任、ちょっと怖いですよ。みゆきちゃんを怯えてたじゃないですか。何も怒鳴らなくたって。何言ってるの？これが怒鳴らずにいられること？ああ。局長、どういうことですか、これ。見ての通りだが。なるほど。これが私の目の錯覚でなければ、この書類にはコスモスは第二種装備受領後に第二ミルチアの2局に引き渡して、私たちには即刻帰投しろ、そう書いてあるように見えるんですけど。だから見ての通りだと。当初の予定とも合致している。一体何が問題なのかね。局長、頼むよ宇月君。私だって君の気持ちは十分理解しているつもりだ。それに報告書を見たが、実用上特に問題となる点はなさそうだし。いいえ、全然理解していらっしゃいません。いいですか、勝手に動いているんですよあの子。その原因も特定できていないのに2局に渡すことなんてできません。実戦装備だなんて危険すぎます。それにあの子のことは私が一番詳しいって局長だって知っていらっしゃるじゃないですか。ボークリンでの一件、富樫君から聞いたよ。幸いにしてうちに人的被害はなかったが、かなり危険な状況だったそうじゃないか。そんな現場に君たちを残しておけると思うか。承知の上です。しかしだね局長。分かった、負けたよ。上の方は何とかしておこう。手続きはみゆき君に任せる。ありがとうございます。ただし無茶はなしだ。少しでも危険を感じたら速やかに状況を中断すること。2年前のようなことは二度と繰り返したくない。いいね。そのつもりです。当然の権利よ。でも先輩、無事でよかった。無事なら無事って早く連絡くださいよ。一時は軍から先輩はお亡くなりになったって報告が来てたんですよ。もう局内騒然。先輩人気ありますね。またお世辞言っても何にも出ないわよ。本当ですってば。あの僕は。なんですかって、僕だって行方不明の当事者なんだから。あらまあ、全然気づきませんでした。全然って、みんなは？何を？忘れられてたんじゃないですか？アレンさん存在感薄いから。でもよかったですね、アレンさんもご無事で。ありがとう、最高に元気づけられたよ。